こんにちは、キャラメルちゃんです。今日ははい、今日はですね、3泊4日のキャンプ旅というのをお送りしてきたんですけれども、今回はですね、その3泊4日のキャンプ旅、これをですね、反省会じゃないんですけれども、ちょっと振り返ってみようかなと思います。イエーイ、はい今回初めてキャンプに何回も行ったでしょう。1日だけじゃなかったじゃん。どうだった？楽しかった。楽しかった。何が一番楽しかった？キャンプ。キャンプの方が楽しかった。そうか、キャンプでね、最初のキャンプ場では川で遊んだよね。うん、川で泳いで遊んで、ご飯を何だったかな、覚えてる？カレーあ、そうそう、カレーね。カレーライス食べたよね。カレーライス美味しかった。美味しかった。で、次の日はお好み焼き。お好み焼きどうだった？あの、父ちゃんが作ったお好み焼きがあったでしょ。あの、いつもお家で作るやつ、あれ美味しかった。あれも美味しかったし、うん、ユウさんが作ったのも美味しかった。あっち美味しかった。あ、よかったよかった。ということでですね、あの、食べ物に関しては、キャンプ場の食べ物は基本的に、あの、あんまりお金がかからないものということで、カレーライスとお好み焼きっていうのは、あの、そういう意味ではね、すごくいいご飯だったんじゃないかなと思います。でね、あの、いつもね、キャンプ行くときって1日だけじゃん。うん、1日だけだったから、あの、車の中の荷物はね、そんなに多くなかったじゃん。まあ多いけど、今回は、2回お泊まりしたから、どうだった？狭かった車の中。うん、まあね、今まではとりあえず楽しかったことを聞いてみたけど、楽しかったことはキャンプ場で遊んだのが楽しかったかな。うん、夜どうだった？楽しかった？2日目。2日も結構早く寝たでしょ。早く寝たっていうか、2日目はトランプとかしてなかった。あ、そうそうそう。でも2日目はね、おしゃべりしちゃいけんかったじゃん。静かにしてくださいって言われとったじゃん。うん、じゃけ、それはどうだった？トランプでも楽しかった？うん、ああ、そっかそっか。1日目のですね、キャンプ場、あの、川があったところね。川があったところは、結構あの、規則が緩いというか、まあ、バカ騒ぎはしないんですけども、普通に会話できるようなキャンプ場だったんですけども、2日目のね、キャンプ場に関しては、夜9時になると、こう、なんか管理人さんみたいな人が、あの、いろんなサイトに歩いて行って、あの、おしゃべりしてると、もう9時になったんで静かにしてくださいって、こう、回っていくようなところだったので、9時過ぎると、みんな、静かにしてくださいとかは言われんかったよ。あ、キャラメルちゃんもね。あ、あのね、母ちゃんがね、それを聞いたんだって。静かにしてくださいって言われたけ、みんなでひそひそ話。1日目はテントの外で遊びよったでしょ。うん、1日目はテントの外で遊びよったんだけど、2日目はそうやって静かにしてくださいとお話をされたけ、実はあの、テントの中でトランプしよったよ。でもそれはそれで面白かったかな。うん、ね、そうそう、まあね、子供と大人とで、あの、キャンプの楽しみ方ってやっぱり違うと思うんですけども、子供はトランプでもしっかりね、楽しめるということだったんですけども、大人はね、やっぱりあの、会話をしたかったので、もうずっとひそひそ声でですね、延々星を見上げながら、ひそひそと小声で会話をしたというようなのが2日目でした。なので2日目のね、夜の動画っていうのをほぼ撮ってなかったんですけども、まあ、しょうがないかなというような感じです。まあ、キャンプ場によってですね、すごいルールが厳しいところというか、そういうのもあると思うんですけども、まあ、普通の会話する分ぐらいには許してもらってもいいんじゃないかなというのが正直なところです。ただ、それを許すと、どうしても人数が多い分ですね、うるさくなりがちなので、まあ、そこもしょうがないのかなとは思ったりもするんですけどね。2日目は川があったでしょう。で、父ちゃん、あそこね、川があると思ったけど、川が泳げる川じゃなかったじゃん。あそこ泳げる川だと思って行ったから、そこがちょっと残念だった。泳げなかったよね、2日目もね、できればね。夜になったら虫がいっぱいおったでしょ。カエルとか。このトンカツぐらいのカエルがおった。あー、落ちた。そうそう、これぐらいのね、カエルがおった。見たっけ？見たよ。見た？どうだった？カエル。気持ち悪かった。気持ち悪かった。こうやって触ったらよかったんじゃない？気持ち悪い。あとね、これぐらいのね、カエルもおったし、これぐらいのカエル持った緑色の、ちょっとガチャピンみたいな色してるやつ。ああ、見て見て。見た？あれは可愛かったじゃん。あれは触ってもいいなと思った。なんか触ったらなんか、噛みそう。まあ、さすが、まあ、やっぱりですね、女の子なので、カエルとかは触りたくないかな、虫とか。ダンゴムシとかは触れる。ああ、
ダンゴムシとかナメクジだったらいい？ナメクジも嫌だ。ナメクジまでは大丈夫。バッタは？バッタ触れる？バッタはすごい。じゃあカマキリをパッてやってるやつ。嫌だ。そうか。まあでもですね、そういうやっぱり自然の中だったので、虫だったり七節とかですね、七節を見たりとか。七節っていうのはね、木の枝みたいな体をしとる虫なんだけど、知っとる？茶色っぽいやつね。ああいうの持ったし、これぐらいのヒキガエル、普段は見れないような生き物もね、見れたってよかったね。ああいうのはキャンプ場行かんと見れるもんね。なんか嫌だったこととかあった？ダメだったこととか。それはなかった。それはなかった。あ、それはね、いいキャンプができたんだなと思います。昼はすごく暑かったでしょう。暑かったから、ね、父ちゃんがね、タオルを濡らしてからパッてかけてあげたでしょ。あれやったら涼しかったでしょ。あれ、あるのとないんだったらやっぱりあった方がよかった。夏なのですごくやっぱ外は暑くて、暑いので、タオルを水で濡らして、そのまんまね、こう絞ってこう肩にかけたりとか頭にこうかけたりとかしてたんですけども、大人でもね、それやると全然違うので、暑さ対策としてですね、水分補給とかっていうのはすごく大事なんですけども、それと加えてですね、そういうタオルを身近なもので、冷房代わりにするっていうのも、まあ、いいのかなと思いました。ご飯はどうでしたか？美味しかった。美味しかった。お店で食べたりもしたじゃん、うん、お昼ご飯はお店で食べて、夜ご飯は、キャンプ場で食べたじゃん。あと朝ご飯か、朝ご飯もキャンプ場で食べたけど、どうかな、お店で食べるのとやっぱ外で食べるのは違う？違う。どう違うかな。なんか違う。そうか。まあ、外の方がやっぱり美味しい感じがするから、ね、外の方がやっぱり美味しい感じがするよね。一応ですね、2家族いて2家族ともクーラーボックスは持ってたんですけども、食材はですね、その日に買うようにしてまして、っていうのがやっぱりその夏なので食材が傷むと怖いっていうのもありますし、昼過ぎからですね、買い物しとけば、まあ大体4時間か5時間ぐらいクーラーボックスに入れとけば済むので、そういう意味でもですね、まあその日の食べ物はその日に買うっていうのが一番いいんじゃないかなという感じはしました。なので食材が傷むっていうこともなかったんでですね、そういう意味でも初めての連泊でしたが、まあ結構上手に過ごせたのかなと思います。多分ね、見よる人がね、みんな気になるところとしては、ねんねんするところがあったでしょ、うん、父ちゃんたちはお布団持っていくじゃん、うん、前は空気のベッドだったけど、うん、空気のベッドの上でボンボンしよったら破れてしまったでしょ。で、今お布団よね。で、お布団を使っとるからどうかな、寝やすかった？うん、あ、ビョンビョン跳ねる分だったらなんかさ、ビョンビョン跳ねてから寝にくい。あ、寝にくい、あっちの方が寝にくかった、うん、あ、そっか。じゃあ普通のお布団の方が寝やすい。そっか。で、夏だったら暑いじゃん、寝てる時暑かった？暑かった。あ、暑かった。あ、そっか。これはですね、大人としてはすごく寝やすい気温だったんですけども、やっぱり子供はね、体温が高いのでちょっと寝にくかったのかな。じゃあ冬とか秋とかにするキャンプと夏のキャンプはどっちが面白いのかなと思った。夏の方が面白かった。それはなんか遊べたりする系、川で遊んだりとか。あ、そっか。まあやっぱりね、その夏のキャンプっていうのは何でしょうね、結構慣れてる方は夏はオフシーズンだっていうことも言われたりするんですけども、夏は夏でですね、本当に川で遊んだりとか、川魚焼いて食べたりとかですね、あと何やったっけ、花火もできるのか、ということで、お子さんと行くときは夏の方が、まあ、夏休みっていうこともあるし楽しいのかなと思います。でも冬に花火やったらいけんなの？大丈夫だけど花火が売ってないんよね。夏のうちに買っとったらいいんか。そしたら冬、じゃあ今年の冬に花火できるように買っとこうか、ね、よし。じゃあそれ母ちゃんにどこで書いてあるね。キャラメルちゃんが行ってみたいところってのはある？夏休みのうちに。キャンプでもいいし、川でもいいし、海でもいいし、なんか博物館とかでもいいし。ダイナソーパークがいいと。ダイナソーパーク、遊園地がある。
あるところ、うん、あのくるくる回る、あそこに行きたい、弥勒の里ね、弥勒の里に行きたい。それでダイナソーパークを見たいってこと。うん、あれ、くるくる回るやつやりたい。あ、そっか。じゃあキャラメルちゃんは、今年の夏にまだ行ってない遊園地に行きたいそうです。じゃあ行ってみようかね。夏休みのうちにもう一回ぐらいキャンプ行けたらいいけどね。行けるかね。あ、そうそう、夏休みといえばね、8月の24日に何があるんだっけ。 UFO 呼ぶ。僕たちはですね、山口県岩国市というところに住んでるんですけども、岩国市の観光地でですね、錦帯橋というところがあります。で、8月24日の土曜日の夜8時から8時半まで、そのね、錦帯橋というところで、毎年1回恒例のね、UFO を呼ぶイベントというのをやってまして、去年初めてね、僕ら参加したんですけども、みんなでこうペンライトとか振りながらわーっと言いながらですね、UFO 来てくださいっていうだけよねのイベントなんですけども、怪しいこともなく、もうみんな和気あいあいとするようなイベントですので、僕らも行きますんでですね、もしお時間の都合のつく方いらっしゃいましたら、ぜひいらしてみてください。もしかしたらこれ見とる人が、あ、キャラメルちゃんじゃんって言ってくれるかもしれない。そしたら嬉しいよね。ね。夏休みはどう、楽しい？楽しい。どういうことするのが一番今まで楽しかった？いろんなことしたけど、キャンプ。キャンプか、あ、それは良かった。で、キャンプ楽しかったもんね。そうね、やっぱりね、一人で行くキャンプももちろん楽しいんですけども、家族で行くキャンプっていうのはまたね、別の楽しさがありますし、子供たちの成長っていうのもですね、動画を見るたびに感じます。なので、まあ、そうだね、キャンプは楽しいよね。ね、さ、魅力の時にさ、初めて行った時から忘れてくるさ、その時掃除こけたや、その時にさ、父ちゃんとか言うのね。そうね、父ちゃん痛いって言うと。そうだね、そういうね、映像も残ってるっていうのはすごく嬉しいことですし、まあ、じゃあ夏休み中に行けたら行ってみようか、うん、母ちゃんにお話してみようね、それはね。よしよし。まあ、そういうことでですね、キャンプの総括としてはですね、夜は結構ね、夏とはいえ過ごしやすい気温でした。やっぱり、川が近くにあるっていうことが、うん、一番大きかったのかなと思うんですけども、寝苦しいこともなかったし、あとまあ食べ物もね、安く済みましたし、まあ、観光地ではね、結構かかりましたけども、キャンプ場でのご飯っていうのはわりかし、うん、多分安く済んだのかなという感じがします。で、2泊3日で今回初めて行きましたけども、まあ、今までね、1泊2日で行ってたんですが、やっぱりね、2泊3日とかの方がね、いろんなところにも行きますし、うん、なんか本当旅行気分というか旅気分楽しいよね。うん、うん、1日だけよりもやっぱり2日あった方が楽しかった。うん、うん、まあそりゃそうだよね。ということで、またですね、夏休み中にまあ行ければ行きたいなと思ってるんですけども、今度はですね、うちの家族だけ5人のですね、キャンプっていうのも動画に撮ってみたいね。うん、うん、その時はまた動画にこうやってね、アップしますんで、ぜひ見てみてください。はい、ということで今回はまあこれぐらいかな。うん、なんか言いたいことある？今のところない。でも見よる人がなんか言ってほしいかもしれない。全く関係ないけど、キャラメルちゃんが最近好きな飲み物があるよね。コンビニで売り寄って暑いとキャラメルちゃんが絶対に飲みたがる飲み物なんだっけ。せーの、フラッペのチョコレート味。ああ、チョコレート味。ファミリーマートのですね、フラッペチョコレート味が大好きで、何日かに1回は飲むよね。あれ美味しいもんね。ということで、じゃあ今から買いに行ってみる。行きたい。行きたい。よし、じゃあそういうことでフラッペを買いに行ってきます。じゃあそういうことで、また、次回にお会いしましょう。お会いしましょう。わかりました。じゃあそういうことで、また次回にお会いしましょう。それではバイバイ。